平野仕様の新たな展開クレバの飛べ、フォロー外しに匂わせが広がる飛べの未来に影響を与えるプチトラブル飛べの未来に影響を与えるプチトラブル芸能プロダクション飛べの平野仕様が自身の SNS での一連の投稿を通じてファンたちに未知の展開を匂わせている。 なぜなら、ラッパーで音楽プロデューサーのクレバが飛べの公式アカウントのフォローを外したとの報告が相次いでい,いる。これにより、平野と飛べの今後の動向が注目されている。平野仕様の最新投稿、新たな展開の様子 ?2023 年7月31日、平野仕様がインスタグラムにカフェでレモネードを楽しむ様子を収めた写真をアップ。 サングラスに白い T シャツ、ジーンズ、そして白のスニーカーというリラックスしたスタイルに加えて注目すべきはそのスニーカーのブランドだった。それはなんとラッパー兼音楽プロデューサーのクレバが手掛けた Go with White とのコラボ限定品だという。芸能ライターによればクレバといえば平野がリスペクトし大ファンであることは以前から知られていた。 彼が履いたスニーカーは、まさにその絆を象徴しているようだ、とのこと。平野が戸部に所属してから、これが単なるファッションの選択に止まるのか、それとも新たな音楽プロジェクトにつながるのか、ファンたちは興奮と期待の入り混じった気持ちに包まれている。戸部への期待、クレバのフォロー外しに何が起きているのか トベは滝沢秀明氏によって設立され、その第一号をタレントとして平野紫耀が名を連ねている。トベはまだ正式な活動をスタートしておらず、平野や三宅健など著名な芸能人が所属しているものの、具体的なプロジェクトや活動内容は未だに発表されていない。しかし、平野が来ればとのコラボスニーカーを履いての投稿があったことで、 ファンたちは、クレバがトベに楽曲提供するのではないかという期待を寄せている。これは平野が以前からヒッツホップアーティストクレバにリスペクトを抱いており、その縁から楽曲提供が実現する可能性があるとされている。同様に、トベに所属したばかりの三宅県も、かつて所属していたグループ V6 解散時にクレバが提供した楽曲がある。 三宅平野との関わりがある二人が同じプロダクションに所属していることから、クレバが飛べに楽曲提供するのではないかという噂が浮上している。クレバの飛べフォロー外し、プチトラブルの前兆一方で、クレバが飛べの公式アカウントをフォロー解除したことが報じられ、これがプチトラブルの前兆ではないかとの憶測が広がっている。 当初、クレバはトベの公式アカウントをフォローしていたものの、現在はそれが解除されているという。これについて、ある芸能関係者は、情報解禁前に、勘付かれるとまずいから、と、あえての行動ではないかと指摘している。また、平野が自身の SNS でにおわせまとな投稿を行ったことが原因で、クレバがフォローを外すなどの対応を取った可能性も考えられている。 戸部がまだ正式な活動をスタートしておらず、計画が進行中であるとの報道もあり、この一連の出来事が戸部の新たな展開やプロジェクトの発表につながる可能性もある。戸部の未来に期待と興奮が広がる。戸部の未来にはまだ不透明な部分が多いが、平野潮とクレバの動向が注目を集めていることは確かだ。平野の SNS での投稿や、 クレバの飛べフォロー解除など、これらの出来事が未来のプロジェクトや楽曲提供につながる可能性があることから、ファンたちは期待と興奮に胸を膨らませている。飛べの新たな展開が待ち遠しい中、今後の動向に注目が集まりそうだ。